ォアハンドを打つ際に注意していることは、まずしっかり自分の力の入りやすいいい打点に足を動かしてしっかり入るということを意識しています。まあ、フォアハンドもバックハンドもなんですけど、体の回転運動を使って打つショットなので、自分の体にボールが近すぎたり遠すぎたりしても、体の力だったり足の力を使うことができないので、しっかりその自分の力の入りやすい位置まで動いて、後ろから前への体重移動だったり回転運動を使って打つことが大事になってくると思います。それからフラット系のショットを打つときは、ネットの 2-30cm 上を狙うイメージでスイングして、イメージ的には、下から上に振るというよりも、まっすぐ平行に振るイメージで打つとフラット系のショットは打ちやすいかなと思います。スピンを打つ場合は、少し、ボールを下から見るようなイメージと、あとラケットを、下から上に振るようなイメージで振ると、スピンはかかりやすいのかなと思います。試合中は、スピン系のショットを打つ時にも私は2種類ぐらい使うんですけど、ネットの少し高め、フラット系は 2-30cm 上なんですけど、それよりももう少し上を狙って打つときと、あとは、ループみたいにもうちょっとネットの1メートル以上上を通過するように狙って打つショット、その2種類を使い分けています。スピンを打つ場合には、自分が思ってるよりも回転がかかると、ボールの距離っていうのが、出にくくなるので、割と自分が思ってるより大きめに打ったり、アウトするぐらいに打っても結構ボールは落ちるのでちょうどいいのかなと思います。スライスは普通のストロークと違って、体は回転運動を使って回すというよりは、どちらかというと体を止めるというようなイメージを使って、打っています。それから、ボレーの延長というイメージで、テイクバックも大きくならないように、自分がテイクバックをした時に見れるぐらい体の後ろまでラケットを引かないように意識をして、なるべく手首リストの動きもなしで、面が常にボールに対してまっすぐ出せるように意識をしてやっています。